ジャズ。そう。意外に見慣れないんですけど、めっちゃかっこいいっす。いや、あの、すげえ。いきなりツーリング情報。ここでもう一人ゲストを呼びたいと思います。 OK、 センターのベースよりソム・ユイチロー。 Thank you very much。 皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。 You Channel TV 始まります。ゆうちゃんでございます、F750 に乗っての感想。はい、これだよね。あのね、ホンダのエンジンですか、オートバイ。この間も400、今度750乗るじゃないですか。よくできてて手が出せない。手が出せ、どういうことですか。つまりあのままでいいってことだね、はい、よくできてるよ。だからあの、私がいろいろオートバイ あれをこうやっていじるじゃないですか、うん、あれはよくできてないからいや、そんなことない。そうじゃないね、私の絵柄とか、はい、あのシルエットとかね、全部含めて性能も含めてね、それをこう、ね、いろいろモディファイするわけじゃないですか。これは750とこの間のフォアは手が出せない。完成されてる、うん、で完成されてないところといえば、うん、例えば当時のあんなでっかいバカみたいなウィンカーとか、フォグランプじゃねえんだから、あの辺は、まあ、このぐらいのサイズ、あんまりちっちゃいんじゃなくてね、このぐらいのサイズぐらいの、当時のちっちゃい目のウィンカーぐらいに変えるぐらいで。あ、逆になくすんじゃなくて。なくすんじゃなくて、あの、マフラーもあのままでいい感じ。うん、あ、そうですか。うん、うちみたいにオートバイ作っちゃうと、うーんって吹かした時に、おい、やる気あんな、おいって、って注目浴びちゃうの。こいつは浴びない。おおおおって、なんかね、紳士の。紳士のオートバイだよ。いいよね。これは400もそうだよ。だから7、この、なんて言うんだろう、マルチのエンジンは、なんか素晴らしいね。うん、完成、ほら、普段こう、だらしないオートバイ乗ってると、モーターじゃねえか、これってぐらい。爆発感がないよね、逆に。あ、そうすか。あ、そっかそっか。うん、ババババン、トトンとか、あの、うんうん、なんだろう、プラグとかで、こう、爆発してる感じはない。あとピストンが動いてる感じがない。あまりのスムーズな流れに、スルーッ、スルーっていう。あ、ここで言っとかなきゃいけないのは、はい、今日はあの小雨降ってましたけど、はい、降り出しが一番道路は滑りますんで、本当ですよね、気をつけてくださいね。わかりました。あの、降り出しに一番埃が、道路の埃が流れるんで、一番食いつきが悪い状態が降り出しですから、はい、降っちゃってくれたら、もうそんなに滑らないんですよ。売り出し危ないですからね。よろしくお願いします。YouTube 撮ったの？そう。思い出もあるんだろうね。この秩父宮ラグビー場がある方に事務所があったんだけど、うん、そこの時にハーレー乗ってたんだけど、ハーレーじゃなくて、まあ、ホンダは乗ってみようかなと思って買ったんですよ。それがあの F ね。で、うん、私グレーの乗ってたんだけど、なんでホンダを買ったかっていうと、私は16の時にホンダの7が買えなかったわけ、高いから。で、新車のホンダの400も買えなかったんだから、450も、うん、400だっけな、うん、それが買えなかった。でバイソン乗ってた中古でね、十何万で買ってもらったところに、うんうん、でもう憧れなわけだよ。で、その7班は買えない。じゃあやっと買えたら何かさ、マッハ3とかね、その辺までなんだ。それ安かったんですか、マッハ3で。その当時はあの中古で出てたから、うんと。ああ、あの7班はもうお坊ちゃまのオートバイだったから、マルチの、なるほど、出てこないね、中古なんかに。うん、あのイカラポンコツのマッハ3とかもう乗り倒された、あのぶつかりマッハ3みたいなのが中古で出てるわけ、うん、だったか先輩のお下がりで、うん、もう買えよみたいな。で、やっとそれが乗れるわけで、大型バイクで。だから7班はもう憧れだったわけ、買えねえなーなんて。だから1回7班、あのエンジンに乗りたかったの、うん、
だからハーレー乗ってたけど、あ一回買ってみようと思って、買って乗ってて、で、あの前傾姿勢、あの頃ね、乗ると、どうしても飛ばしちゃうんだよね。ああ信号待ちすると、俺のが若いから、一番早いんだっていうような感じで、すげえ精神的に疲れるわけ。なるほど。通勤に使ってんだけど、もう、信号で止まるたびに、なんかもう、なんか信号レースみたいな感じで、あーあーとか、止まる時ももう、わわわわわって止まる感じのね、走りになっちゃって、これは疲れるなと思って、2年ぐらいで行っちゃったかな。あ、2年ぐらいだったかな。それ、その当時って、その青山の時って、所さん何歳ぐらいですか？それ23。まあ、それはそうかもしれない。23、4、5。じゃあ23、4、5。23、4だ。俺も25で結婚するんだから23ぐらいだ。あ、そうですか、うん、僕のイメージだとやっぱ所さんは青山あたりで車も何でもピーコさん乗せてても何でも飛ばしてるってイメージがあるんですけど、うんうん、やっぱその CB も飛ばしてました。そう、だからハーレーのが安全だったね、僕は。ああ、あと今乗って思ったけど、この間400乗って今日7乗るじゃん、はい、私、まあ人個人差があるだろうけど、400のは僕は危ないね、きっと。軽はずみに走る。7班はやっぱ重たいから、なんかこう、ひっくり返った時に俺の手には負えない感があるわけ。ね。400だと、ってなんか俺の手に負える感じがするわけ、この股の中で。って投げちゃえばいいやとか。だから、400とかの方が危ないね。あ、所さん的に、うん、7班の方が歩道を知る、これ以上言ったら危ないんじゃないかなっていうね。だからハーネもそうだよね。あのギクシャクしてっから高速をずーっとすごいなんかこうバーッと走る気にしてまあなんないわけ、うんうんうん、だからなんだろう、7班の方が安全だねと思った。いや、見ててかっこよかったです。あと1台あってもいいなと思った。じゃあ、でも、いや、もうたくさんありすぎだから。いやいや、あれ、ウィンカーちょっと小ぶりなのにして、ここあってもいいかなと思った。おとなしいオートバイっていうか、なんて言ったらいいんだろうね。うん。いいのかもしんない。だから、なんか、わかるわ。皆さんが、ディーラーで買って、新車で、ノーマルにちょっと、いい感じのものを、こう、アセンブリーでつける、うんうん。これはね、落ち着きが出ると思うよ、オートバイに。正解。それが正解なの。それが正解。だからもうこのオートバイ乗り始めてからもう50年が経つけど、うん、50年ずーっと気がつかないで来てる感じだね。あ、23ぐらいの時に一回マルチ乗ったんだから、そこで気がつくべきだったんだよ。そうですね。ところがね、その子は16の時に買えなかった憧れがあったから買ったぐらいっていうので しまっちゃったんだよ。それでやっぱりこうだって言うんで、ここまで勘違いして私はオートバイをいじってきましたね。古いバイクも、はい、ハーレーも V ツインも、うん、で途中今2ストップ騒いでますけど、はい、あれも多分間違えたと思うよ俺は。これがね、今のエンジン俺は分かったよ。なんかもともともう、はい、今山手暮らしが長いから山手になってきたんだね、体が。下町じゃなく山、下町とか埼玉じゃなく、うん、山手になってきたんで山手のオートバイが合うみたいね、僕には。じゃ今の現行のバイクかマルチのエンジン。うん。だから今これホンダのあれな、今の750ちょっと、うん、いいななんて思っちゃって。わかりました。なんかわかりました、ね。いやまた締めようとしてる。いやはい。もういやいいよ。あとなんか小雨降ってたけど楽しいね。いや楽しかったです。またちょっと早朝ツーリング行きたいと思うんでちょっとよろしくお願いします。いい経験だよね。朝がバーって。懐かしいオートバイで走って帰ってくる。わかりました。はい、ちゃんとしたのあるんですか。はい、わかりました。じゃあもう走行シーンにも VTR でいいですか。何が。お願いします。はい、ちょっとこれ走っていきましょう。はい、you
jumping off the bridge on the west side. What a time to be alive. Love took us for a ride that we never dreamed. Never knew, never knew we'd cause a scene. Of love we bring. It's okay, baby, just breathe. I know we'll swim against the stream. お疲れ様でした。うわ、ああ、そうだね。夢のオートバイだね。え？夢のオートバイ。意味がよくわかんないですけど、夢のオートバイたくさんガレージに置いてあるような気がしますけど。え？いや、素晴らしい車両です。リバースオートさんに車両たくさんあるんで、ぜひ見に行ってください。今回もありがとうございました。皆さんご視聴ありがとうございました。手が疲れてきて、もう大丈夫です。あ、ま、手が疲れてきたってどういうことなの。いや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 、もうありがたい、ありがたいです。はい、以上、はい、私が勉強になりました。ありがとうございます。